尖閣防衛、自民国防議連、海保と自衛隊の法改正を、運用強化を提言。正直遅すぎると怒りたいところだが、動きがあるのは悪いことではない。遅すぎることなんて言わんから早くやってくれ。 FNN プライムオンラインの記事から。自民党の国防議員連盟は26日、沖縄県の尖閣諸島周辺で領海侵入を繰り返す中国海警局の公船に対応するため、海上保安庁法や自衛隊法の改正を求める提言骨子をまとめた。骨子では、領有権の主張を目的として、日本の領海内を航行する外国船が退去要求に従わない事態に対して、海上保安庁が武器使用を含め、国際法上可能な限りの対応ができるようにするため、海上保安庁法を改正して、領海保全任務、仮称を明記することを求めた。政府は現在、退去要求に応じない外国船の行動が重大凶悪犯罪に該当すれば、機外射撃が可能との法解釈を示しているが、主権侵害を強行する外国船の行動を犯罪として対処するのはそぐわないとの指摘もあることから、法改正を検討すべきとしている。また警察と陸上自衛隊の連携をシームレスに行うため、自衛隊法に領海警備行動を追加することを提示した。領海警備行動は事前に領域を指定した上で陸上自衛隊を展開、警察の能力では対応できない場合、防衛出動に移行することを想定している。中国の海上民兵は30万人以上とされ、その人員や能力は警察を上回っている可能性が高いことや、占領された後に奪還する作戦は多くの困難が伴うため、自衛隊が先んじて展開することが必要としている。さらに中国海警法の改正で管轄海域上空での武器使用も可能となったため、自衛隊法に航空警備行動仮称を追加することや、尖閣周辺に自衛隊を展開させるには時間がかかることから、防衛出動の発令の迅速化を検討すべきとも指摘している。議連事務局長の佐藤正久参院議員は、法整備は実際に使うだけではなく準備することが抑止力につながると強調した。以上が記事の内容。ここからは試験になる。国防議員連盟のこの動きは良いことだ。ぜひ法改正を行っていただきたいものだ。米政権は尖閣が日米安保の適用範囲であると言っているが、これはあくまで施政権を認めているに過ぎず、日本の領土であるとの言及はない。もはや海自と海保のシームレスな連携のための法制化は必須で、尖閣諸島へ調査研究施設の設置などを合わせて同時進行で行うべきであろう。数年前に朝鮮半島危機の時は、邦人の安全確保や韓国からの難民をどうするかの議論がよくされていたようだが、今回の台湾危機に際しては全くと言っていいほど議論が行われていない。無論部会や国防議連の有志たちが勉強会等で熱く議論しているとは思うが、野党も交えた国会で国民に見える形で議論を行わなければ話が進むわけがない。先日 CCP がアメリカが台湾防衛に加担すれば日本に23カ所ある在日米軍基地を攻撃すると言い放った。米軍基地とはいえ日本の本土を攻撃するということは、日米に対する
宣戦布告と言っても過言ではないだろう。さらには新疆綿花の問題で日本企業であるアシックスが引き続き原材料を購入する方針を明らかにし、台湾は中国の一部分とする一つの中国原則を堅持し、中国の領土と主権を断固として守り、中国に対する一切の中傷やデマに反対すると表明する始末だ。この発言はまるで CCP がよく使う内容そのものと言える。このように中国に対する日本国内の対応が点でバラバラで一枚岩になっていないことに危機感を感じずにはいられない。あらゆる国際法を無視し、俺がルールブックだと言わんばかりの CCP は、法改正に時間がかかる民主主義のシステムの弱点を嘲笑うかのように邪悪な法律をどんどん施行してくる連中である。外交とは血を流さない戦争であるとはよく言ったものだが、互いの国内法でハンデがついてしまっては全く戦いようがない。せめて互角に渡り合える法改正を行い、現場の人間が職務を全うできる環境を構築しておくことは当然のことであり、今の日本のやり方は現場の人間にお国のために犠牲になってくれと言っているようなものである。 CCP が覇権主義を前面に出してきている今こそが、憲法改正議論を進める最大のチャンスで最後の機会と言っていいだろう。政府はこの機会を絶対に逃さないでほしい。何度でも言うが、国民は日本だけが戦争を放棄したとしても、相手にとってそれは何の意味も持たないということに気づくべきだ。たとえ差し違えてでも、反撃するための軍事力を持つことは主権国家として当然の権利であり、国家が国民を守るための義務でもある。こちらから侵略することはなくても、降りかかる火の粉は払わねばならない。そのために日本は強くあらねばならないのだ。この記事に対する国内のネットの反応は、遅いけどいい方向じゃないか、このままでも大丈夫です、要は解釈の問題です、そんなことしている前に尖閣整備しろっての、こんなあからさまな刺激なんてしないで海保と海自の武器弾薬に共通性を持たせろよ。旧日本軍の失敗に学ばず個人の利権ばっかり、危機が目前に迫っているから法整備するのはいいことだ、憲法を変えて国軍作れよ、ガチに攻められたら対応すらできないよ、ちゃんと明記して自衛隊海保が動きやすいようにしたらええ、相変わらずなめくじのような仕事の遅さだが支持します。ほとんどの日本国民が同意すると思うけど、多分このような声は黙殺されるか潰されるだろうね。知らんけど。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画で感じたことなど、どしどしコメントいただけると嬉しく思います。またグッドやバッドの評価もお願いします。チャンネル登録とベルマークのクリックで新しい動画の投稿時に通知されますので、合わせてよろしくお願いいたします。